はい、ということでアクアリウムを踊らない続きやっていきましょう。前回はレトロがクリーピーの力を解放してね、助けてくれたところからの続きになってます。早速やっていきましょう。コントローラーが動かないね。よし、無事にね、操作権も返ってきたことでよかった。音するわ。今恐怖で押しつぶされそうだったんですけど、音がないと恐怖で押しつぶされるんですけど。わあ、あなたは誰？スーズです。まあそういうのは別に、音バーンが嫌だから。音バーン、音バーンをやめよう。あれやめよう。わあ、びっくりした。これ進むんすか？これレトロじゃない？あ、ダメそう。あ、レトロじゃん。よかった、無事だった。無事だったか、言うほど。これ死んでない？ く、言葉を失ってるねえ。生きてますかこれ。ちょ、脈を確認しよう。ドクター K 呼ぼう。ねえ、どうしたの？あ、薬ありますよ。ほら。起きて。起きて。起きてったら、起きんのこれで。あら、そんなにいられるなんて珍しい。もったいつけて歩きすぎだろ。どんだけ遠くから来たんだよ。クリスさんじゃん。そんな姿も美しいわね。ヤンデレ。あ、また人間をかばって怪我したのね。あなたがシャチに勝てたことがあったかしら。しかも荷物まで抱えて。あホオジロザメ、シャチにいじめられて死ぬっていうか、殺されるっていうからな。脇腹の骨がねえから、シャチに弱いんだよな。その大怪我だと石の力を使っても回復には時間がかかりますわね。石、内蔵してんの？もしかして、レトロ。どう見てもクリスさんじゃない？誰？いや、クリスさんだろ。あなたは誰？私がクリスですわ。さっきのクリスは？あのクリスは何？クリスさんはあの時確かに死んでた。あ、あれ全部、あれってこと？提灯ってこと？あなたはクリスさんじゃない。レトロに近づかないで。まあ髪型はレトロクリスさんだけどな。違う。私はクリス。館長の妻。そうですわ。待てや。こいつまさか。クリスになり変わろうとしてるやつがいる。愛する幹事の妻、私がクリスなんです。おい、成り代わって妻の座をとにな、つこうとしている。クリス、クリス、クリス。だからごめんなさい。おお、死んだか。え？あ、死んだわ。スーズ様ごめんなさい。でも仕方ないのです。スーズ様は館長のお好きなクラゲになる素質がある。だから手厚くご案内しようと考えていたのですが、やべ、本物かもしんねえ。これ以上騙されては館長の大切な水族館がめちゃくちゃになってしまいます。クリスさんが2人いるな。ん？頭？これクリオネじゃね？頭開いてね。でもちゃんと水槽には入れて差し上げますからご安心ください。え？あ、これ生きてるの？クリオネじゃん。怖ー。顔怖ー。ああ、寒くて苦しい。この感覚、そうだ。12年前に、小さい頃に海で溺れた時の、っていうか、レトロが復活した後に復活させてもらえればいいんじゃない？そう、こんな風にだんだん視界が暗くなっていくんだ。3回目なんですけど。あの時は誰かが水面まで連れてってくれたんだ。なんだっけ？確か私は白くて赤い大きな何かに。お前は誰？名前は？そう、レトロじゃねえか。
どうして私なんて人間なんて助けたの？レトロにとって人間は餌なんじゃないよ。レトロなんじゃねえのかな？サメじゃないか。助けたいと思ったから助けた？ふーん、変なの。でもありがとう。おかげで助かった。この後ボコボコにされるんだよね。え、落とし物？これ私のだ。拾ってくれたんだ。ありがとう。あ、森のクマさん。真ん中の青い石が綺麗でしょ？お願い事をすると、一つだけ叶えてくれるんだって。あ、ドラゴンボールじゃん。ねえ、よかったらそれ、あなたが持ってて助けてくれた俺、これ持ってたらじゃあレトロが確定じゃねえか。ん？逆だよ。私の大切なものだから持ってってほしい。レトロだと思うんですけど。何をお願いするの？え？それが願いなの？ やっぱり変なやつだと。あそこだ！小さい女の子がサメに襲われてるぞ！ まただ。またやってる。助けろ！襲われてる状況じゃねえだろ。この後人間に負けたんだよね。早くしなきゃ。あの子食べられちゃうわ。やめて！そんなことしないで！死んじゃうよ！その子も助けてよ！一人ぼっちで大きな海を旅してたのに。もうちょっと言うことあったと思うけどな。誰か助けて！死んじゃいや！私はいいから、その子を早く。お願い。命の恩人なの。お願い。お願い。これ9割9分クリーンレトロだと思うんですけど。うーん、うん。え？ルル編じゃねえか。何これ、のんき。ルルも慣れるんだ。あ、慣れたんだ。ウミウシのにな変質する能力。なんでこんな二人とも戦闘力低いんだよ。レトロを見習え？ああ、かわいいエビさんだ。結構誰でもなれるのか。アシカになれるトイすごくね。こっちはクマノミさんだね。では、こいつら元人間じゃね？もしかして。ところで、スーちゃんはどっかな？迷子になっちゃったかも。お前が水槽の前でトコトコしたせいなんだよな。こうなった原因は。あれ？スーちゃんからもらったブレスレットがない。スーちゃんもブレスレットも探しに行かなきゃ。じゃあ一緒に見つかるわ。スーちゃん。よかった。体力が多かったりしたらどうしようかと思ったわ。ああ、赤島、白、ヒゲエビね。南洋萩。ドリーね。あ、ファインディングニモじゃん、ここよく見たら。こっちにコメントしてやるよ、南洋萩にも。人手にコメントしてくれてる。魚を襲う、怖。胃袋を押し出して異物を捕食する？弱点を露出してるじゃないか。タッチ水槽によくいる人手さんかも。胃袋を出して捕獲される可能性があるんだな。これは？あ、この辺は、ないんだな。あるパターンとないパターンあるんだな。わしは海ガニじゃ。よろしくの。お前も全部聞こえとる。シーラカンス展示室、行くか。の前に。あ、大昔に絶滅したと考えられていたにもかかわらず、最近になって発見された深海魚。ほぼ同じ姿であったことから生きた化石と呼ばれている。はいはいはい。あれね。鳥山明が食べたことで有名なやつね。体長は2メートルにも及ぶ。また寿命は100年。不老長寿の異名があるのもうなずける。絶滅危惧種だっけ？シーラカンスの方がいい。あ、じゃあここ鍵か。やべ、一周しちゃった。どっかに分岐あんのかな。セーブ使ってくのやだな。どこで。
まあいっか、上から行くか。ドアの向こうから何か聞こえる？こんな怪我を誰？この力も無限ではないから。あー、使ってる。深海の石の力だろ。なるほどね。これで救援しに来たのか。何今の青い光。いや、じゃあステラさん甘すぎるだろ。てか本当に隣なんだな。あれ、え、生きとる女の子だ。蘇ったわ。ねえ大丈夫？ねえねえ、あ、こいつあれか、深海の石持ってんのか。あ、あ、じゃああれ生きてたんだ。生きてる。腕もある。またクリスが私の深海の石を使ったのね。石って何それ。ん、キャー、この人アホなんだよな多分。しつこいわね。私は食べても美味しくなかったでしょ。それ海雲の話だ。それ美味しくないんだ。誰よあんた。ねえねえ、ここってどこなの。スーちゃん知ってる。いなくなっちゃった。あんたまさか人間。そうだよ、スーちゃんに会いたいよ。紫の巻紙、もしかしてこの子は。てか俺たちはキティの正体を知ってるのに同行するの嫌なんだけど。スーズが探していたハイライトが消えた。ねえあんたルールでしょ。なんでルールの名前知ってるの。スーズがあんたを探してたわ。スーズに会わせてあげる。私についてきなさい。スーちゃんの子を知ってるの、会えるの、ほんと。さらわれる。青い髪のベレー帽をかぶってる子でしょ。本当よ。おとなしくついてきて。スーちゃん無事なんだ。よかった。こいつを人質にスーズをおびき寄せればいいの。でも深海の石持ってるじゃん。そしたらクリスがスーズと引き換えに深海の石の力で2個の病気を治してくれるって。あっちの方か。クリオネの方のクリスか。え？キャー、ちょっと何するのよ。抱きしめとる。話しなさいよ。おいおい、イチャつくな。ルルっていうの、よろしくね。距離近ー。このコミュニケーションの距離近ー。誰もいなくて寂しかったの。よかった。私はキティ、よろしく。ルルたちお友達だね、キティちゃん。早っ。距離の詰め方えぐ。そうね。もうほだされるフラグが、ここから出られるといいわね。でも、キティちゃんの能力何なんだろうな。大きいマグロさんだね。マグロって寝ないでずっと泳いでるらしいわよ。キティちゃんは物知りだね。これぐらい常識でしょ。なんでこのややこしいんだよ、こいつ。返しにしそうだよ。あ、シーラ感じなかった。ナポレオンフィッシュ。あ、これがナポレオンフィッシュ？綺麗なエメラルドグリーンだ。いや、ナポレオンエビもいるよ。あ、こっちを見たよ。こっちを見て、あ、チンアナゴじゃん。ニシキアナゴだった。ヤンファーして踊ってるみたい。みんな同じ方向を向いてるわね。同じ方向を向くんだ。プランクトンが流れてくる方向を向いてるんだって。へぇ。これはカサゴね。赤が綺麗ね。イノカサゴじゃないんだ。これも美味しい。カサゴは美味しいらしいな。多分。ウニだ。美味しそうだね、キティちゃん。あんた水族館の生き物を食材として見るタイプなのね。あの併設されてる寿司屋で寿司食えるタイプね。タツの落とし子。あ、自分がタツの落とし子だからコメントに困っている。私もあんたみたいになっちゃうの。キティちゃんぼーっとしてどうしたの。バケダラっていうのね、深海の生き物なんですって。なんか尖った武器見て、おっきいオタマジャクシみたいかも。俺の視点からと黒いファンネルしか見えねえ。ペングカワハギだってカラフルだね。方々の片割れじゃん。パズル要素でしか見てねえ。緑に黄色のドット、まるで絵に描いたみたいな模様をしているわね。どうで、人手さんだ。のそのそ動いて可愛いね。横にも人手がいるわね。左か。何が違えのこれ。人手さんって星の形してて可愛いかも。ルルってこういうのんびりしてる生き物が好きなのね。変身先もウミウシだしな。
モンガラカワハギさん、素敵な模様してるね。おしゃれさんだね。詳しいな。唇だけオレンジ色してるわ。なんで引いてるんだよ。長丁場ですって、江戸時代は食用だったそうよ。美味しくないんかな。あ、美味しくないんだ。おしゃっ、あ、やべ、びっくりした。ダイオウグソクムシ君を見させてくれ。キャー、でっかいダンゴムシ。オオグソクムシだって、最大で50センチになるんだって、もっと大きくなるんだね。もっとフラットな気持ちでダイオウグソクムシ君見たかった。オオグソクムシ君見たかった。なんかキモ。酔いつぶれたおっさんみたいな顔してる。何これ、体が溶けてる。尿道カジカって言うんだ。もちもちだね。もちもちじゃねえだろ。絶対ブニュッとしてるよ。世界一醜い魚。ひどすぎるだろ。こんなに可愛いのに。なんてこと言うんだ。よかったな。見てくれる人がいて、ルルっていう。カブトガニはカニって名前に入ってるんですけど、サソリやクモに近いんですって。あの、青い液体が何らかの治療薬だから吸い取られて海にリリースされてることで有名なカブトガニさんじゃないですか。キティちゃん、ほら見て、カブトガニは裏返った時なし、うのえねですごいよ。ダンゴムシの裏と一緒だろ。キャー、虫みたいじゃない？苦手なんだからやめて。海の生物なんて虫みたいなもんだろ。誰かを探しておるのか。はい。あ、あそこにあるな。読めそうな本が。本の間に何か挟まっている。はい。封筒が落ちてきた。あれ、よく見たら電話だな。あ、しかもめっちゃ光り出した。光を放ち出して。158-85-158-531355-333-588。カモメ、羊の時。長い長い長い。1188と6655331の形をした下物の間を4回調べると書いてある。なんだよ、これ。これ何？しかも。あ、並んでるだけだわ。心理テストの本だ。あなたの依存しているものが分かっちゃう。水族館で化け物に襲われた。助けてくれたのは一つ選んでね。いねえんだよな。選べたかな？クジラを選んだあなたは恋人依存。一人でもそんな簡単に死なねえから大丈夫。恋人に連絡するように持ち上げたそのスマホを机に置こう。社長を選んだあなたは仕事、学業依存。君はきっと疲れている。今夜は夜9時に寝よう。大きな宿狩りを選んだ後はスイーツ依存。太らないように注意。コンビニによってはゼロキロカロリーゼリーを買おう。本当のゼロキロカロリーっていうのはね、存在しないんですよ。イルカを選んだ後はスマホ依存。SNS にパフェの画像を投稿してる場合ではありません。現実を見よう。スマホが3つぐらいある。なんか選べばよかったわ。選択式だと思ったから。選ばなかったのに。生き物の形という絵本だ。裏毛は丸くてぷよぷよ。ハリセンボンは丸くてトゲトゲ。カレイヒラメは平べったい。マンボも前から見ると平べったい。カレイヒラメってなんだっけ？右ヒラメ？左ヒラメ？右ヒラメだな。右カレイだな。ん？左カレイ？わからんわ、もう。人手はキラキラ星さんみたい。キラ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 。よかった。急に発狂文章が読まれるかと思った。番号は押せるけど、電話はかけられないみたいね。あ、君みたいに音が鳴って面白い。ちょっと待ってね。で、これを選ぶわけよ。158シャープ851558。覚えられるわけねえだろ。なるほどね。これで。あ、もうこれでできるんだ。ちょっと待ってね。シャープじゃない、アスタリスクだわ。8515。は？え、これ出てきた気がする。南端の戦、あ、これなんだっけ、メイリさんの羊か。キラキラ星、水平さん。158-85-158-5313-555-333-588が羊っていう時に
あ、なるほどね。わかったわ。ちょっと待って。ようやく意味がわかった。じゃあ、人手の下だろ。多分これ、キラキラ星じゃないか。だって多分だから、なるほどね。音が鳴って面白いってそういうことね。じゃあ俺、カモメの水兵さんわかんねえ。カモメの水兵さん？わかんねえ。羊もわからんかも。羊か。なるほどね。で、これで、多分、次の、1188、シャープシャープ、8665531は、キラキラ星になるわけね。キラ、キカ、ル、ロ、ゾ、ラ、ニ、ウ、なんだ、シ、ヨ、カ。なるほどね。つまり、人手の下か。どっちの人で？まあ二択か。あ、ん？でも星みたいな方。こっちか。1234、1234、1234。違うけど。あ、形をしたものの間だったわ。文章はちゃんと読もう。あ、よかった。4回喋った。もうびっくりした。パワー掘り押すな。ちょっと待って、これしまっとくわ。ありがとうメモ帳。あ、タカアシガニだ。怖っ。タカアシガニ気を取られて右の怖い絵に気づかなかった。明らかにチェイスしてきそうな。あ、やべ。何かしらこれ。わかんなーい。明らかに殺人鬼だけどな。昔の潜水服なんですって。へえ、そうなの？こんな殺人鬼みたいな格好なんだ。なんだか気味が悪いわね。うわー。動じなさすぎじゃない？気味が悪いっつって怒って斧振り上げちゃった。何をもう、ルティちゃん大丈夫？ウティってなんだよ。キティね。うるさいみたいに、ちょっとびっくりしただけよ。あれ、無視したらどうなったんだろうな。あ、ノーコメント、高橋ガニ。寒い。わあ。何これ、氷？おい、これポケモンで見たぞ。寒いかも。どうせ滑って始まで行かないと止まらないんだろう。ルル、これ歩いたら滑るんじゃない？あとこれスペースワールドで炎上したやつじゃねえか、これ。そうだね。気をつけね、キティちゃん。つい。はい。見たことあるな。左か。つい。よし。息が苦しくなってきた。力が入らない。これ、クリーピーに変わる前の。いや、ルルにあの姿を見られたくない。攻略しきってね。嫌われたくない。兄ちゃん、ここ滑るね。気をつけてね。あ、子供扱いしなくても大丈夫よ。あんたこそ気をつけなさいよね。はあ、はあ。キティちゃん。やべえ、めっちゃ話進んじゃってる。さっきのとこあれ一発言ってよかったんか。キティちゃんどうしたの？大丈夫？ぐ、う、まずい。体が。どこか痛い？苦しいの？嫌だ。あの姿を見られたら、せっかく友達って言ってくれたら、即落ちしてた。キティちゃん、来ないで。あ、変質する。まあ、これ言うほどこれ影響ないだろ。わあ、綺麗。攻略した。え？本当にキティちゃん？すごいね。今のどうやったの？てかでも、水槽がないところでも変身できるの確かに、能力値高いよな。私が怖くないの。あ、いいが。怖くないよ。だってキティちゃんでしょ？戻れるんかい。
ちょっと影で変身するだけでよかっただろ。やめてよ。お腹すいた？足疲れた？眠くなっちゃったかも。変身に力を使ったかもしれんな。私なんかに優しくしないで。まあ確かに、すずちゃん殺したけだからな。私、ルルの友達の命を代償に弟の病気を治そうとしたのよ。告白した。罪悪感に押しつぶされようとして。キティちゃん？やっぱりそんなの、弟は、ニコは望んでない。確かにな。招待券くれるからニコは。誰かを殺して生き延びたって、ニコは喜ばないに決まってる。それ一番わかってるのは私なのに。私、最低だ。最低だ、俺って。ニコくん？ニコくんってスーちゃんの病院に入院してる男の子のこと？バレた。ニコを知ってるの？なんで？うん、知ってるよ。いつもスーちゃんにちょっかい出してる男の子。大人に内緒で夜中にゲームしたり、勝手に部屋から出て行ったりしてるって。好き勝手しすぎだろ。何やってんだよ、あいつ。おいや、姉が知らねえじゃねえか。でもね、一緒に入院してる小さい子たちにお菓子あげたり、遊んであげたり、これから手術の子を励ましたり、リハビリ一緒にやったりしててね。生意気だけど、世話意気でいいやつだって、スーちゃんがよく話してるよ。だいぶ問題児だけどな。最近は病気良くなってるって、あれ？なんですって？全然合ってないじゃん。クリスはニコの病気悪くなってるって、そう言ってた。騙されている。クリスさん？館長の奥さんの？そうか、クリスに騙されてたのね。隔離されて、カブトみたいなやつだな。ルル、こっから一緒に出よう。てか、ニコなんともねえのかよ、あいつ。うん、もちろんだよ。絶対一緒に。そうですか。あ、死んだわ。おいおい、死んだわ、あいつ。残念です。時止め？あ。お前も使うんかーい。あ、違う。ヤドカリの、ヤドカリ家族が助けに来てくれてないか。ヤドカリ家族、青い光、何？え、あれ？嘘だろ。深海の石持ってきてくれてね。生きてる、生きてるよー。あ、死んでる。レトロ、レトロ大丈夫？どうしよう、返事がない。出血が止まらない。だいぶ長い間出血し続けてるな。え、なんかあるんですか？お前の貝殻についてるこれ、サクランボのシール？もしかしてあの時のヤドカリなの？仲間を連れてきて守ってくれてたの？あ、ええー、そんなに？よくしてくれすぎだろ、こいつ。あれ、そういえば私の傷も塞がっている。なんで？お前が私を治してくれたの？でもどうやって？深海の石ですか？ごと？あ、ごと！え、このレトロの懐中時計はなくしたら大変？持っていけって？わかったよ。あ、懐中時計の中に入れてんのか、深海の石。そういえば私が懐中時計に近づいただけで警戒していたし、相当大切なもんなんだろうな。おい、早くそれ胸元に入れてやれ。メモを渡してきた。賢いわ、やっぱここの海洋生物。レトロ、助ける方法。お前たち筆談できるのかよ。だから結構筆談ものがあるんだな。僕たちとスーズだけじゃ助からない。ドクターのとこに行こう。病院にいる。病院？ドクターはレトロの許可見てくれる。レトロは病院まで運んでくれる。その間レトロは僕の仲間が守ってくれる。おー、すごい、マジでいいやつ。お前の一声でみんな来てくれたの？すげえな、お前はお前で。ドクターってコウペンさんが言ってた。うん、ありがとう。それがレトロが助かる方法なんだね。行こう。一緒に行こう。レトロを助けるんだ。パーティーイン。頭に。いただ、髪を引っ張るな。あ、マジ、両端を固めている。レトロ、大切な仲間。気をつけて、レトロきっと助かる。かすかに息をする。例えばダンボからもらった薬、文字が読めるようになってる。ウルトラハイパー速攻性ダンボちゃん特製 3PO 傷薬、
ふざけた野郎だ。いいえ。ちょっとなんか多分ね、確か書いてあったっす。絶対腕のいい医者に使ってもらってね。そうそう、これね。だから使わない。セーブは？セーブはいいな。何？あ、シャチカギ拾ってくれたの。ヤドカリはうなずいている。ありがとう。てか、あいつらシャチに勝てるのかな？シャチの鍵で扉を開けた。ちょ、セーブしたいんだけどな。いねえけど。なんか、終わりそう。すげえ終わりそう。ちょっと待って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 。え、すげえ終わりそう。え、ちょっと待って終わりそう。え、エンディングみたいな音楽なってんだけど。ちょ、あの薬どうしよう。あの薬絶対分岐だからセーブデータ取っときたいんですけど。あったあった。ここから取っとかないといけないんだな。ここの滑るやつ見ようぜ。あ、間違ったわ。あ、ちょっと待って、これ無視したらどんなか見とこう。ついでにね。ノーコメントだったわ。あ、でも別になんもないな。あ。あ、死ぬんだ。最低。これどうなんだろう。よし。行くぞ、ウルトラハイパー速攻性ダンボジャン毒性クリーピー置き薬。死ねえ。どうなるんだ。傷が塞がった。息もしっかりしてる。よかった。え？これ絶対分岐じゃん。よくないよ、これ。あ、そう。あ、そう。待ってくださいね。これは。